一番ダメ、俺らが一番嫌いでしょ。そうな、甘えたがりになっちゃうので、男の子女の子構わず甘えちゃうかもしれませんみたいな。いやダメでしょうよ、一番ダメなんだから本当に。逆に許さないからね、L。自分がわきまえてる分、逆に、あ、やってるなって思ったらもう思うよ、もう、あ、やってるな。でも隣の席の知らない人でもチラッと見に入って、あ、やってるな。あ、あれって、隣の席見ないよ。あざとい警察だ。あざとい警察です。酔ってるって言ったって、みたいな。あざとい女の子可愛くない？え、でも実際可愛いって思っちゃうんだろうな。L がボンナだからなんかおよちゃたはわーってしてる人を見てなんかって思うだけで、え、 L がされたらめっちゃ好きだよ。 L がよっちゃったって言われて女の子にされる分にはよしよしってそりゃなるけどね。俺は好き、たくーどしがたい。いやーでもマジで一生言ってるけど、 L も一回あざといのやりたかった。マジでもうこの人生何にも気にしなくていいですよって言われて、もう大学生の時に一回、もうその後の友情とか破綻しても構わないからあざとい女を演じたかった、合コンで。じゃあ自己紹介よろしく。もうこの茶番も何回800回やったよこの茶番。はい、じゃあ自己紹介、じゃあこっちの席の子から行こっか。あ、まるまるです、よろしくお願いします。あ、まるまるです、出会い求めてきちゃいました。正直よろしくお願いします。あ、じゃあエリさんお願いします。あ、はじめまして。今日はいっぱい飲みに来ました。男性陣の方がおごってくれるって聞いたので、今日はいっぱい食べたり飲んだりしたいと思います。ダイエット中なんですけど、実はでも今日だけはもういっぱい、本当は食べるのめっちゃ好きなんで食べたり飲んだりで楽しみたいと思います。よろしくお願いします。おお、よろしく。割り勘だよ、ダメ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 だよダメ、この合コンは割り勘じゃない。皆さんなんか飲み物飲まれますか？エールはビールいっちゃおっかな。マジ？エルちゃんビールなの？その感じで？めっちゃビール好きなんですよ。じゃあ生一杯とか言ってよかったら一緒に飲みません？あ、じゃあ生3杯でお願いしますってやりたかった。で、酔っちゃったよ。え、せっかくだから席替えしませんとか言って席替えするわけ。席替えとかなんかバー仕切ったりして、あー、サラダ取るよ取るよ、全然全然大丈夫、あれ分けるの好きだから分けるの好きって何とか言って、女子からの好感度もちょっと受けつつみたいな、分けるの好きだからとか言って意味わかんない冗談かましといて、女子からの評判もなんか一応持っとくみたいな。エルちゃんってマジで天然だよねとか、天然じゃないよ全然、でもめっちゃ言われるで、真面目な一面見せつつ席替えしようとか提案しつつ、やばい赤い？だよね、めっちゃ赤いと思ってた自分でも。こんなに酔ったの久しぶりかも。てか距離近かったですよね、ごめんなさいみたいな。でね、タクシー呼んどくね。おいおいおいおーいおーい、また合コンの話してるどんだけ未練あるんだよってね。今日はね、なんか第3弾ぐらいまで悪夢が続いてて、なんか第1弾はなんかシェアハウス企画みたいなやつで、そこに多分他にも一緒に住んでる子いたんだけど、その時にいたのが渋端くんとクルスっていう軽音部の時の、同級生で、同級生の男の子であだ名なんだけどこれ、なんでそこ繋がりあったんだって思ってさ、その二人がなんか料理してて、あ、料理してんなって思って、飯作ったわとか言って、飯作った飯を食ってて、じゃあエルもなんか作ろっかなって思ってキッチン行ったら、なんか夜間が空だきされてて、ずっと、え、ちょっとこれあれ火つけっぱだよみたいな、え、ちょっと多分取っ手なぜか鉄でできてて、その調節する取っ手が、火加減を、鉄のあれつまみ触るの怖いから自分で消してよって言って、
消させようとしたら火がそのまま別のところに乗り移っちゃって、そのまま火事になるっていう。デイルは自分のスマホと指輪とピアスだけ取って逃げて、二人も逃げてみたいな、家焼けちゃってみたいな。マジ怖かったわ。夢の中で火事起きてた。でその次は第2弾の悪夢が、なんかその火事が起きた現場がその後心霊スポットの神社に建て替えられて、その神社に足を踏み入れたら神社の呪いで神社から出られなくなるみたいな、見えない壁ができて、でエルも足踏み入れて入っちゃったんだけど、どうやったら出れるかを考えてお供え物をしたら出られるというあれに気づいたんだよね、トリックに。お供え物をしなかった人たちは神社のなんかよくわからない化け物になんか食い散らかされてて、エイルはそのトリックに気づいたから神社の中に入っちゃった人たちに呼びかけるんだけど声が聞こえないんだよね。お供え物をしたら出られますよって言っても見えない壁で声が阻まれてて、その人の姿は見えるのに声が届いてなくて、でもなんか脱出ゲームって感じはしなかったな。なんかよくある主人公特性みたいな、なんでそんなこと思いつくんだよみたいな思いつき方して、何を備えたんだろう。あ、もう適当に自分が持ってた駄菓子とかをこれあげるこれあげるとか言ってたら、それがお供え物としてなんか受け入れられてみたいな。でその後エルは生き残ってうろうろしてたんだけど、知らない女の子と二人で暮らしてて、エルその時で手つないで帰ってたんだけど、なんかある時にあれこの子なんか今日様子がおかしいなって思って、お前いつもの〇〇じゃないなって言って、それが化け物だということに気づく。エルずっと化け物と手つないで帰ってたんだみたいな。てかこの女の子誰だよみたいな、なんか心霊的な夢だった。マジ怖かった今日の夢。すごいね。初めて来たホテルの会員カード持ってるようなもんだな。あ、それなんか一生言われてるよね。ホテルの会員カード、スタンプカードみたいなの出すか出さないか問題。当たり前に出さないでほしいでしょ。エルもさ、スタンプカード集めるのは好きだからさ、銀だこの回数券持ってるし、スタンプカードシルバー会員だし、カードケース持ってんだけど、スタンプカード入れるよ。さすがにダメっしょ。お、今夜無料だわとか言って。激サメでしょ。ちょっと。ダメだよ。銀だこ名刺好きそうだよ。すごいでしょ。春夏秋冬でね、大体ね、やってるからね。買ったらお得だよ。こういうの出すのが気にならない関係になりたいね。いや、いっしょ。どうならない。それは、いっしょ。超ならない。そんな気になるよ。気にならない関係になりたい。いや、それさ、おならとかと一緒にしてない？なんか、おならとかしても、なんか気にならない関係でありたいよね。違うよ、次元が。ホテルの会員カードだよ。お父さん見出してくれた。ありがとう。どういうホテルかによるや。A でも嫌。いや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 。いや。どんなホテルでも嫌。ね、そうだよ。会員カード作るぐらい通ってるってことだよ。いや。あ、でも待って！ L 気づいちゃった！ L はホテルの会員だった！特大ブーメラン買えて。しかも、ね、すごい時はね、結構ね、なんかレギュラー以上の会員だったんだよね。ビジホです！でもビジホ。ビジホはいいっしょ、さすがにね。いいよね。よしよし。びっくりした。特大ブーメラン帰ってきたかと思った。いや、さすがにね、ビジョンはね。いや、トー横インってさ、言われて思い出した。やっぱね、楽なんよ。あの、会員登録、進められていろんな店でさ、会員登録するのはマジめんどくさいんだけど、会員登録しておくとマジで楽なんだよね。なんなら今日行ったまつげサロンの会員登録もしました、エル今日。パチンコの会員カードも幻滅する。うん。いいよ。別にエルと一緒にいる時にケチんないんだったらいいよ。ケチるっていうのは、夢の国とか行った時に、あの、これかわいい、期間限定のフード食べようとか、あー、あんまりちょっと飯にお金使いたくないから、俺クラムチャウダーだけでいいわ、とか。そういうのしないんだったら別にいいよ、パチの会員カード持って。今月負けすぎちゃってさ、とか。水だけでいいわ。あ、ちなみに、ドリンク水にするわ、エル。やっちゃうんだよね。シンプル水好きだから、エル。ドリンク水でいいですわ、結構やっちゃう。これ買えるか？嫌かな？ディズニーではやんないかな？さすがに。さすがにっていうか、まあ、やってもいいんだけど、水いいよね。
あの別にケチりたくて水にしてるわけじゃなくて、あの色がついてないのものを飲みたいんですよ。水いいよね。よし、俺らとのセーフラインを探っていく。言い訳じゃないよ。ケチってるわけじゃないから。でも正直学生の時はあのケチってシナモンロールと水頼んでた。スタバで、スタバのシナモンロールが食べたすぎてシナモンロールと水頼んでた。シナモンロールとさ、何かドリンクって頼むとさ、シナモンロールだけで400円ぐらいしてさ、プラスで何か頼むとさ1000円超えるから、スタバで水はちょっとごめんね。あの白い紙コップに入れられるの。無料水にはね、あのスタバのおしゃれなロゴのコップ使ってくれないんだよ。フードコートでね、飲むようなね、白い紙コップ出され。学生の時はそうしてた。今はね、さすがにね、マックも水くれる。そう、マックも水くれる。ちなみにマックも、あの、白い紙コップが多いです。時々あの、マックのコップに入れてくれるとこあるけど、ちなみに、マックで水はちょっとやる。今でも。時々やる。ペットのドリンク M サイズもいらんのよな、みたいな。あんなに飲めないんだよな。ちょっと水つまむぐらいでいいんだよな。マックで水はやる。あ、よしよし。マックで水やります。いた。よかった。よしよし。薬飲むのに水頼むよね。言い訳を提供してくれてる、Lに。マックで水？いや、許せないニキいるな。まあでも、逆にLも、マックで水許せないニキの何かが許せないところきっとあるんだろう。まだやんの？まだやんの？って言うんだよ、ちょ！おい！なら来いよ！血で。血は逃げるのか？ああ！ニコマ漫画。飲食店に電話予約するときにどういうこと言って予約する？したことないけど今度するかもだから知りたい。最近ね、ネット予約が当たり前だから電話予約の文化がない人もいるのかも。普通だよ。席の予約をしたいんですけど、テンプレとかないよ。当日だったら、今からそちら伺おうと思ってるんですけど、お席って空いてますか？って言えばいいんだよ。名前、時刻、人数、意気込み。あー、そちらの人数ですと、ちょっと、ただいまの時間難しいかも。私たちは必ず飲み放題を頼むと約束いたします。また、私たちは、お客様は神様、店員さんも神様という言葉をモットーに、いつも飲食を楽しませていただいています。終わったお皿は重ねてもよろしいでしょうか？お店によっては、重ねると油汚れがつくため困るという方もいらっしゃいますので、一応確認させていただきました。重ねてもよろしいということでしたら、済んだお皿は、同じ種類のもので重ね、みたいな。こんないいお客、採用するしかないだろう。大手を選択された理由は、まず全員一致で焼肉が食べたいという結論に至ったことからことは始まります。また私たちの現在地がどこどこなのですが、徒歩圏内であるという点、そして私たちは特に牛タンが好きなのですが、厚切り牛タン、薄切り牛タン、ネギ塩牛タンなど様々な種類の牛タンが置いてあるということを踏まえ、今回そちらの店舗を選ばせていただきました。いいじゃん。客選びたいよな、お店側だって。朝食時代に打ち込んだことは、朝食時代は何も食べないというのも逆に胃が縮んでしまうため、食パン1枚を含み参戦させていただきました。昼ご飯は食べていないため非常にお腹が空いています。飲み放題は頼む予定ですが、食べ放題を頼む予定はなく、単品で自分たちの好きなものを食べるという形式にさせていただきます。そのためフードロスの観点から言っても、食べ物が頼みすぎて余るということはないと思いますし、ご期待に沿うご席をご用意できません。あー、残念ながらお席を確保することができませんでした。あー、人間強度が下がるからな。いる一人なのに、もうキモ、疲れてんだよ。ひどい、いる一人なのに。キモすぎ、キモすぎ。あ、もうマジキモ。エーペックス壊れちゃうからね。これこれ。お前ら、水溝まで走るぞ。お前ら、水溝まで走るぞ。ノーモークラー。配信してから見た？いや、見てない。
った？行くわよ。あれカタリストの声まで似てると思うんだけどな。さあ行くわよ。さあもらうわよ。いや絶対似てる。カタリスト声真似自信ありねきなんだけどね。止まらないで止まらないで。ちょピッチ低いか。止まらないで。リング閉鎖中。誰もリングの中に入っていない。ありがとうありがとう。リングコンソールを見るわよ。なりうるぞ。だいぶ状況シリアスだな。もうどんぐり拾えなくなっちゃったんだってね。私はこの大地に降る流れ星。何があったんだろう。流れ星。私は空に降る流れ星。この大地に降る流れ星。博多弁が恋しい。え、なになに。博多にもともと住んでたけど最近東京に住んできたみたいな、そんな人なの。シンプルにエルの博多弁が恋しいのです。エルの博多弁が恋しいってなるほど、エルそんな博多弁喋ってない気がするっちゃけど。じゃあまたやらんといかんね。なんか俺らが二度寝ててたエルも眠くなってきたじゃけど。もっと喋らんかい。怖。見せ物じゃないんですよ。エルの影響で博多弁の良さに気づいたからこれからもお願いします。面言は博多弁雑談することにしよう。メンバーじゃない人が言うのちょっとさ、マーケティングだけしてくれるリスナーじゃん。自分聞けないのに。じゃあ方言はもう面言だけにしようとか、メンバーじゃない人が言っちゃう。エレルって結婚願望あるの？だから一生言ってる、結婚式やりたい。結婚式やって婚姻届をミッフィーちゃんかマイメロにするっていうウキウキをやりたい。え、なんかおままごとしてほしい。エルと結婚ごっこしたい。まず出会い編から。エルが渋谷駅のハチ公前で友達と待ち合わせをしている時にヤンキーに絡まれました。いや、そう、 YouTuber とかにしとこう。今チャンネル登録100人いくまで終われませんっていう企画やってるんですけど、よかったらお姉さんチャンネル登録してもらっていいですか。あ、すいません、ちょっとアカウント持ってなくて。いやいや持ってるっしょ。今時 YouTube のアカウント持ってない子とかいる。え、ちょっと貸してよとか。やめてもらっていいですか、私自物なんで。おい女の子、嫌がってるだろ。かっこイケボ。あ？お前なんだよ。いやいや、登録してってお願いしてるだけだから。じゃあなんで彼女のスマホを奪ったりしたんだ。それは、彼女に返せ。あ、くそ、覚えてろよ。どっか行って、大丈夫ですか？ありがとうございます。あ、そこからどうしよっかな？そこからどうしたらいいんだ？そこは一旦何事もなく、解散するんだよね。それじゃ、って言って。あ、名前も聞けずに。終わっちゃった。エル、お待たせ。あ、全然待ってないよ。さっきの人誰？ううん、知らない人。そっかそっか。エルは可愛いんだからさ、ナンパとか気をつけなよ。そんなことないって。よし、それじゃ行こう。でね、その場は終わって、ちょっと眠くなってきたな。おーい。おい、おーい。まだ起承転結の木なんですけど、あと小転結あるよ。あと3部あるんですけど、ここで眠くなってたら、ごめん、ソシャゲいじってた。おい、デイリースナー。後でテストするよ。LL が待ち合わせてたのは何駅でしょうか？はい、渋谷駅。正解。遅いよってね。答え遅いよ。ケツら辺で来たいね。もうそれはもう結婚のケツよ。バタフライ、今日は。ペンで、多分勘違いの喧嘩が起きるね。うふぅあれは誰だ、つったれた、つったれた。あれは、スノーホワイト、パラダイス、エルさんと、フロウ、忘れな。ユアプリンセス、リウル、ラダイ、ノ、ノ、ド、ワン。ジャン、デ、レ、ジョ、ニュ、ム、マー。あー、クマの力、いいに、受けた。そういう動画もあった気がする。あれはスノーホワイトがマッククルーになって朝マック作る。エルさ、幼稚園の時の将来の夢、マックのお姉さんだったんだよね。マックのお姉さんですって言ったら、見に来てた保護者エルフたちがクスクスって笑ってて、その時はなんで笑ってるのか分かんなかったんだよね。
アルバイトだから笑ってたのかな。マックのお姉さんっていう単語に笑ってたのかな。笑うなよって思って。いい夢やん。マックのお姉さんもニコニコでしょ。ちっちゃいガキがマックのお姉さんになることですとか言ってたら。これでマックのバイトはしたな。結局しなかったね。マックのバイト、物心ついてからね、マックのアルバイトが大変そうっていうさ、いけない思考になっちゃって。でも実際絶対大変やん。やし、果たして俺は一日中バイトの時間中ポテトの匂いを嗅ぎ続けても、それでもポテト君のことを好きでいられるのかっていうね、自信が得るなかったから、ポテト君のことを嫌いになりたくなくて。ちょっと憧れはあったけどね、なんかさ、名前のさ、プレートのさ、下にさ、いっぱいシールが貼ってあってさ、例えば妄想だけど、なんか挨拶がめっちゃいいみたいな人はシールがついてたりみたいな、なんかあるらしいじゃん。でも最近ないよね。昔はさ、ネームプレートの下になんか、ベテランの人はいっぱいシールついてるみたいなのあったんだよ。で、新人さんはまだちょっとしかついてないみたい。今さ、ネームプレートさ、名前だけでさ、なくなっちゃったんだよね。やっぱあれかな、パッと見た時にシール少ないと、わ、外れとか思われるからかな。まあ、ベテランじゃないみたいな。不安にさせんのかな、お客さんを。適当にシール貼るやついたじゃん。そんな夜な夜な忍び込んで勝手にシール貼るやつがいたんだ。勲章は心の中ってことかな。それじゃ見れないですよ、勲章。つまり見せるものじゃないってことなのかな。名札自体もなくなりつつある。名札に本名を使わない時代。マジで？じゃあ、いざよいとかでもいいの？偽の名前でいいの？かっこいいのにしたいじゃんね、そんなの。たたたた、おい、いざよいさんはいるやろ。カスハラ対策。カスってこと？カスハラって初めて聞いたかもしれん。シンプルカスな。あ、赤。やばいやばいやばい。残りの。マイメロにやられてる。マイメロいたの？ヒルログに。ああ。お母ちゃん、これ、どこ押したら、玉が打てるの？どこだろう？クロミー、わかる？あ、それはここ押すんだよ。あ、ここか！バババババババ、バカーババババババ。クロミノートナンバー、83。あたしが、銃の使い方教えてやったら、あいつあたしに向けて銃を撃ってきやがった！いくら銃のことがわからなくたって、どこを押して、どこから玉が出てくるかなんてわかるだろ！はい、自信なくせ、自信なくせ、自信なくせ、当たんなくて、全然当たんなくて、全然当たんなくて、自信なくせ。シールドリ、ありがとう。二次三次で恋愛リアリティショーやろうよ、いいよ。東京都在住の L です。そうですね、今回参加したきっかけは、まあ、今まであんまりしっかりとした恋愛、なんか結構悪い男の子とかに騙されちゃったりする恋愛が多かったの。二次三次に所属してる方だったら誠実な方が多いんじゃないかなと思って、今度こそ真実の愛を見つけられたらいいなと思って参加することに決めました。そうですね、好きなタイプは結構自分にはないものを持ってる方ですかね。まあ私自身ライバーとしていろんなものを持ちすぎているので、まあ、そういう中でも私にないもの、結構限られてきちゃうと思うんですけど、を持ってる方に惹かれますね。お、起こせそうだぞ。やったー、ありがとう。俺が救うよ、みんなを。この試合全部統治法でやろう。向かうよ、アンチ。聞こえるよ、銃声。この一帯の物資を取り尽くすよ、必ず。今やべえ、盗聴にならなかったって思ったから慌てて軌道修正した。熱えどういうボイスそれ。あ、私からの基礎がいて、マドマギさん面白。マドマギさんも冗談を言えるくらいにはみんなに馴染んできたのかもしれない。だからマップに印をつけておいて。すげえ、そんな細けえボイスあんの。なんか、なにその音。モさん、この距離から舐めやがって。
あーもう無理ー、キモすぎー、急に来るよね、急に来る、マジで、は？後から怒りが込み上げてきた、は？マジで急に来やがって、後から怒り込み上げてきた、なんかなんかムカついてきたわ、怒りの統治法ずっと統治法使ってたから後から来るんだよね、本当の感情がポケモンマスター目指すんじゃなかったの、ザッスキュモンマスター、リリ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 似てないっす、嘘やん、キャモン、きっとだぜ、リリ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 あ、ナイスです。先輩たちこうして勝ってったんやろな、いつも。GG。あざっす。あったけー。こういうエペックスしてー。すいません、マジで。ありがとうございます。はい、さよならナイス、漁夫っす、いっちゃんいい、ナオさん、俺ナオさんなしでもやってきてます、見ててください、ナオさん、俺ナオさんに教わったこと全部活かせるようにって今頑張ってます、新しい世代か、な、ナオさんどうしたんですか、今のナオさんのパーティーの人ね、これな、ナオさん、いいや、元プレレターの誰事さ、今ナオさんどっかで俺のこと見てんだよね、そろそろ俺も世代交代かな、何、あナオさんか、お前その使い方、絶対こいつ絶対ナオさんだ、俺知ってる、そのジャンプタワーの使い方するやつは一人しかいないんだ、やっぱ強いっすね、あは、当てねえっすわ、その時俺は知った、あの時の俺が強かったのではなくナオさんが強かったんだ、あのチャンピオンは俺が取ったものではなくナオさんの力で取れたものなのだと、こう笑わないでね、みんなファンレターもデコった方が嬉しい、え、いやデコんなくてもいいけど、なんか封筒と便箋は気になる、何使ってるんだろう、でもね封筒と便箋ね、なんか結構個性出るんだよね、 L が好きだからって言ってさ、マイメロとかさ、ポケモンとかのさ、レターセット使ってくれる子いるとなんか可愛いなって、でもオシャの便箋使ってくる人もそれもオシャだなって思うし、ファンレター今届くの、届くよ、すぐには手元に来ないけど、ファンレターもお礼やかとかあった方がいい、どういうことL がお礼するってこと、ファンレターいただきましたみたいな、それはするだろ、ツイッターで写真を上げなくても配信では話すだろ、え、俺らがするってこと、昔返事かけてたのすごくない、まあ、でも返事書く芸能人の方もいるって言うしね、うん、お返事書ける系、昔はお返事が書けてたんですよ、でもエル多分書いたことないかな、お返事、まあやっぱあれだよね、その時のエルがもうめっちゃマメで来た子全部に書けるんだったらよかったけど、書ける子と書けない子が出てきちゃうとなんか、あ、じゃあ僕のファンレターは返事を書く価値に値しなかったんだって病んじゃうから、俺らが
書かなかった気がする。まあエルエルはそうファンレターに返事の手紙を書く暇があったらリプ返しなさいみたいになるからでもいいよね今の時代。手紙も嬉しいけど SNS で気さくに絡めるのはいい時代。返信待ってますリプはね時々なんかランダムでピーピーってして返事してる。ファンレター思い届けるだけで満足ある。あでもエルもそっち派だわ。エルもファンレターさ書いたことあるからさ、好きな人に、好きな声優さんに。クソ長ファンレター、いやさ一回さプレゼントとファンレター送ろうとして、いや、 やっぱ今日書いた手紙の内容重かったかなって言ってさ郵便局から家に持って帰ったこともあったし。僕もファンレター書きたいです。あ、二次三次ファンレターで検索したら多分詳細出てくると思うよ。待ってます。ここだけの話、エルやりたい企画があってさ、冬は多分間に合わないけど、春季講習とか夏季講習とかあるでしょ。その時期に、予備講師おままごとがやりたいんだよ。しかも、世の勉強を頑張れない子たちのために、予備講師リレーをやりたいの。だから、エルだけの枠でやるんじゃなくて、その歌枠リレーとかやってるじゃんみんな。そんな感じで、予備講師リレーをやりたいの。エルオリエンテーションね。だから、国語算数理科社会やってくれる予備講師ライバーさん募集してます。春頃にやりませんか？おままごとしてくれる方。それもう完全に某メソッドじゃん。やらない？あ、そう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 。ネス君がやってて、嬉しいって思って。ネス君はもうめっちゃ真面目にやってんだけど、見つけたって思って。全然いいよ。予備講師リレーはマジの授業やってもいいし、ふざけてもらってもいいよ。VTuber 学とかに、VTuber 学がふざけてるみたいに言ってるっていうことじゃないですよ。VTuber をね、勉強するために通う学校とかちゃんとありますからね。それこそうちの VTuber さんで、別に知識学とかじゃなくて、自分なりの VTuber 学、哲学みたいなことを話すっていうのもありだよって言ってるんだけど、別にその業界が好きでとかそういうわけじゃないんだけど、いいじゃん、メロコ様英語。あ、ほら、原文、ほらほら、俺いいじゃん。二次三次学校作れる。いいじゃん。ちょっとメモしとこう。ちょっと数学グエルさん、ネスク。まあ、真面目にやったらそうなるよね、真面目にやったら。写真撮ってお気に入りに登録しとこう。これ勉強だからって言い訳できるあれを春にやろう。配信を。いいじゃん。俺は LL 学行きます。はいはい俺らは座って見ててね。道徳担当は誰かな。いやーすげー、道徳とか喧嘩になるよ。いろんな人が自分の道徳語ってやってくれって言ってる人に対して言ってるツイート見たけど、確かに。まあさすがにネット配信あるだろうけど、すごいよね、楽しみ。待って、エルエル出ないのこれでエルエル出る感じだったらやばい、人ごとすぎる。エルエルは出ないけど、あれ、歌謡祭は出るよ。いや、出るかわかんない。え、手、遅れ。いや、出るかわかんない。歌謡祭は出るかわかんないけど、カウントダウンライブは出ない。これが、情けない7年目の姿。え、わかんない。言っていいの？いや、わかんない。うん。出るかわかんないけど、歌謡祭あるらしいね。うん、エルエルあのねに投稿すれば。あれ今はさ、ハッシュタグエルの絵だよは活動に使わせていただくことがありますって書いてるけどさ、俺らから音声が送られてきたらしれっと追加しようかな。ハッシュタグエルエルあのねは活動に使わせていただくことがありますってしれっと追加しといて、雑談配信で晒す。俺らのボイスを。俺らがボイス送ってくれました、エルちゃん。何これ怖い怖いとか言って界隈抜けます。以上、〇〇〇〇さんからのエルエルあのね投稿でした。リツイートしとくね、ありがとう。活動に使わせていただきました。リツイート嬉しい。あ、リツイート嬉しい。ニキニキもいる。よかったね、リツイート。アッシュに育てられて、マジで。心がないはずのロボットに育てられた心優しき少女になりて、それで戦闘のこととか教わりて、でめちゃくちゃスパルタなんだよね。自分のことは自分で守りなさいって。で、飯を食べるときはアッシュは飯食べないんだけど、ちゃんと見てはくれるんだよね。一緒にはいてくれる。何かしらの理由でアッシュはエルに死なれると困るんだよね。だから監視とかいう理由をつけて食事をするときも見守ってくれる。うわー、最後にアッシュが涙出そう。オチの予測やめてください。心ないはずのロボットが涙するんだよね。いやでもなんかアッシュはな、なんかもうちょっとひねりたいな。なんか
心優しい姿か、これが。なんかあったんだろうね。じゃあ、エルがこうなるのには。殺されたりしたんじゃない？いや、殺されたと勘違いしてるんだ。レジェンドに、アッシュが。わ、いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ。育ててほしいなぁ、エルのことを。勘違い系ね。はいはいはい。なんかさ、エイペックスレジェンズのことを本当の殺し合いだと勘違いしちゃうんじゃない？幼い時のエル。エイペックスの世界では、なんかエイペックスゲームっていうさ、バトロワをさ、やってみんなで盛り上がってるみたいなさ、感じだけど、それを本当の殺し合いだと思って、幼い時のエルは。それで復讐をしようとしちゃうんだ。レジェンドたちの敵だと思って。もう入ってるってことは。レベルアップしました。追加のアイテム、拾いなさい。勝つためです。うい。ほら、やっぱ、ママミあるよ、やっぱ、アッシュ。拾いなさい。勝つためです。あー、いいなー。生まれたいなー、アッシュから。エレル、今年の年越しは俺らと過ごすの？おかんがコメントしてるってことは、これは実家に帰るって言った方がいいのか？寂しがってる？年越し、おかんと過ごさないことを。あーたん、過ごすの？俺らとまた。YouTube ってやつ？まあ配信するやろな。するする。よっぽどのことがない限りは。わかんない。よっぽどるかもしれない。この世に絶対はないから絶対って言わんとこ。したい気持ちはある。ほな、予定開けとくか。彼氏できたらか。いや、ここでさ、なんか、冗談でもさ、そうそう、彼氏できたら、年末配信ないからねーとか言ってさ、本当にさ、ちょっとごめんなさい、年末配信できなくなりましたって言ったら、あーってことはってなるからさ、ここで冗談でも、あーそうそうとかね、言っちゃいけないんだよね。エルは知ってる。もうよくわかってる、もう。もう冗談を言っていい場面と言ってはいけない場面があることをね、もう理解した。エルエルは。2020年10月16日の配信で、エルさんはこう公言していました。ほぼ確実に年越し配信をすると言っていたのに、彼氏ができたらしませんと言ってましたが、そうなっちゃいましたね。さすが初期生。意地でも全部を漢字にしたかったの？さすが初期生で1っていう数字入れたくなかった。5文字漢字の方がなんかね、五字熟語みたいでいいもん。彼氏じゃ生ぬるいよ、旦那だよ。結婚済み？既婚？既婚 VTuber？ 確かに最近エルエル YouTuber の結婚動画ずっと見てるって言ってたもんな。あれは憧れなんかじゃない。自分の結婚式をどうするかについて学ぶべく見ていたんだ。とピーターパンのフック船長。フック船長マジでかっこいいからね。いやマジで一生言ってるけど、ピーターパン2のフック船長見たらガチで有名人になるから。ほんとに、なんか女の子が好きになる要素兼ね備えてるでしょ。まず悪いでしょ。悪で腕がフックで、なんかちょっとかっこいいじゃん。いろいろあったんだなみたいな。でキャプテンでしょ。でちゃんと剣強い。レイピアで戦う。でワニが怖いっていうギャップ付き。俺が守ってあげたくなるでしょこんなの。いつもはフック船長が守ってくれるけど、ワニが来たらエルが守ってあげようって気になる。だからスミーいいなって思ってた。いつもスミーに助け求めてるじゃん。助けてくれスミー。エルがスミーになりたいなって思って。エルマジでさ、昔見てたディズニーで一番何回も見てたのピーターパンなんだよね。もうさ、ビデオカセットをさ何回も巻き戻して見てたもん。夢女とより中二っぽい。いや夢だろ、恋してんだから。なんで恋してる女の子が中二病なんだよ。恋してんだろ、フック船長に。違う、中二病じゃない。